今回は石を使った簡単花留めをします。すごく大きいのでここでカットしますね。こちらの余ったものはまた別のレシピで作ろうと思いますので受けておいて、でどうしても立たなかったりするんですけど、この雪柳の曲線の伸びやかさっていうか素敵なところを生かしていきたいので、あえて横向きに生けるんですが、どこかに落ちてるちょっと大きめの石を花留めで使います。もう置いてあげるだけなんですね。でこの時に雪柳の向きはこの下向きではなくて上向きですね、入れていただくといいと思います。ガーベラも上向きで入れていきます。こんな感じで高さを変えて、この片方の花がもう片方の花を見るようなイメージで入れてあげると素敵に仕上がるんじゃないかなと思います。Your friend to the